これ韓国のケツメイシのお茶。うん、これは柔らかい、すごい美味しいよ。今日めっちゃ大雨、ずっとしとしと降ってる。トランチはでも車で出かけようとしてます。うん、これは前菜。もういっか。うん、これはまあちょっとだけ硬いな。今からランチを食べに行きます。ずっと行きたかったベーグルカフェに行く2回目。トミンとデート。お腹すいた。あ、そう、前に行ったベーグルカフェと同じ店の違う支店に向かってる。雨止んでよかった。しかもここちょっと絶景じゃない。あ、なんかかわいい川が描いてある。買い物もたくさんあるね。I have Canadiana, with the made marble rice.Canadiana marble rye, of course. Anything else? Coming on. Can I have small cool toppings? And then the bread. Jalapeno cheddar. Ah, jalapeno cheddar. Jalapeno cheddar. And then can I have hot latte, please? I don't have any coffees right now. We're fixing the machine. Oh, okay. I only have the drip coffees. Okay, yeah, the drip coffee, bigger one. Drip coffee and...In your cup? Or? No, it's not. Okay, so large or small? A large one, please. Large one. To go? Here. This way? Yeah. Anything else for you? Drinks? Okay, that's all. Okay, with this, we'll take the food to your table. Okay, sorry. And it's gonna be 26.75, please. How much is the old bagel? The old bagel is $7. Okay, I'm gonna take later. Okay, yeah. So I charge one right now? Or? Later. Later, yeah, perfect. You. So 26.75. There you go. Thank you. あっちのカウンターがいい。コーヒいいじゃん。ここね、空いてるじゃんね。マッチョル全然こっち。もう一個の店もめっちゃ混んでる。もう並ぶだけで15分20分かかっちゃう。だ、これがカナディアのっていう ハニーハムターキーのサンドイッチ。しかも食べ物を作るのも早いね、ここの方が。なんかこっちもいいね。これから来るならこっちにしよう。半分ずつする？どうも。美味しいけどこれで12ドルは納得いかないって話？これ材料買って作れるじゃん。うん。あ、もう。うん。材料買って作ろうよ。
タードが美味しい。ベーグルがこれカウンターで売ってたから買ってきた。12個入って7ドル。結構安いよ。手作りのお店で作ってるし。空いたね、駐車場ね。これ後で家帰ってすぐ食べる。これが食べたい。これこのやつ。もうなんか山がこの雲に隠れちゃってんのもかっこいいね。雲の感じがかっこいい。今からスーパーにちょろりと寄ってから家に帰る。ねほみん。まあレモンデムのカナダパッケージが出てる。あ、白と赤なんだ。どれ？美味しそうなもの一個も見当たらないんだけど。さっき売ってたのこんな感じだった。うん。どうしたのほみし？なんか入れた？カゴに。あ、入ったの。すごいささっと、なんかさささっと入れたその雰囲気感じが全然さささじゃなかったんだけど、逆になんかすごいぎこちなくてバレバレだったんだけど。あれ？悪いことしてるみたいな感じだったけど。あ、ここら辺買ってみる？安くなってるから。でもバーのやつってあんま安くないんだよね。箱が欲しいからって買っても私の箱じゃないんだけどね。結構レアになってる。合ってる。どう思う？これ3つ。この箱のやつってさ、あんま安くないからさ、まあ安くはなってるけど、どう思う？あ、でも今これ食べながら帰ったらいいじゃん。そしたらさ、え？うん。そしたらなんか 棒付きのにした甲斐があるって感じだよ。いい子だ、食べながら帰ろう。これ？これ今日1日1個食べちゃうでしょ。1日1個とかはどうやって食べるの？食べてんじゃん。人間だよ。食べてんじゃん。食べようと思えばね。でしょ？今日1日も何も食べてないんだったら1日1個食べれるけど。一応食事をしてるから。アイスクリーム5個と牛乳とケーキ33プル。ちょっとまた涼しくなってきちゃったね。また雨降りそうだね。50ぐらいもらっていい。はい。ホミーは？ホミーは運転だからね。あ、そうなんだ。いいよ。このパッケージも変わってる。あなたの情熱は何ですかって書いて、それはアイスクリームを食べることですよね、私たちは。まあこんなちっちゃい。これで4ドル、3個で4ドル49でセールしてて。うん。うん。うん。見た目通りの。うんうん。私これ一時期さ、これのソルテッドキャラメルのやつ、あ、ソルテッドキャラメルでアーモンドコーティングのやつハマりすぎてさ、一箱開けたらもう絶対全部食べなきゃ気が済まないぐらい食べてた時だった。もう一日これを3本4本食べて。こっち側の山も雲に上の方隠れてるね。かっこいい。これ薄いからうまく切れるかな。
トミーは1個でも食べる？今は食べない。1個も食べない。ね、ちょっと切るの手伝ってくれないですか。これを一回半分に切ってから切ったらうまく切れるかな。そうするとトースターに入れた時どうなるんだろう。あ、これチョコチップのやつかと思ってたけど、あ、そうだよね、多分チョコチップ違うかな。そうだよね、多分できるじゃん。え、できない。あ、そう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 、そうすればいいし、シタロさん。すごいもん食べてる。よいしょ。チョコチップのベーグル、ちょっと気になってたんだよね。もう思ったような味だけど、クッキーのクッキーみたいな味。やっぱさ、ベーグルカフェってさ、だけでお腹いっぱいになるとしたらさ、50ドルぐらい食べないと全然お腹いっぱいになんないよ。